はい。えー、では、会場の整いましたので、各先生方お話しされる際、そちらを手元のマイクの方に電源入れてお話しいただければと思います。えー、ではですね、ま,あ、まずあの質問があったのをいくつかご紹介させていただき、先生方からご回答と、それにとったクロストークをお願いしたいんですけども、まあ、ちょっとあの基本的なというか、データ的なところで矢沢さんもあてに 高、えー、金形とは今までの刑とはどう違うのかもう少しお詳しく教えてくださいというご質問がありましたのでお願いできますでしょうか。はい、えっと矢沢です。えっと今日本の刑罰は皆さんご存知のように死刑、懲役、禁固、罰金加料ですよね。これに高金形というのを加えるということになります。で、えー、どう違うかというのは今 まさに法務省の方でどんどん揉め,揉めてああ、揉んでいるところであるのであの、大きなことは言いませんが、先ほども申し上げた通り、懲役刑というのは、基本は作業をしていくというのが中心なんですね。昔はあの、懲役は定期に複数っというのは、韓国語の言葉で使っていたんですけれども、要するに仕事を中心にして、その中で教育を受けていくというのが、 長期経営だったんですで新しい法律ができて18年に、まあ、できたんですけれども主要法案というのができて、えー、教育を一生懸命やっていこうというふうにはかなったんですがまだまだ作業の方がやっぱり優先されていたところがもっと教育をしないと再犯防止にはつながらないんじゃないかというようなやはりあの声が高くなってきてそれでは懲役刑ではないもの禁固刑と懲役刑を合わせたような あ抗菌系というのを作って、先ほど申し上げたとおり、教育と作業が並立になるようなものにしていこうというところから、抗菌系というのがスタートしております。まあ、今、このように説明させていただいておりますけれども、現実にどうなるかというのは、ちょっとまだまだあの、法務省の方で揉んでいるところなので、どこまで、えー、教育というものを重視してくれるかわからないんですが、その方向で進めている啓発が一つできると。 こういうふうにご理解いただければと思いますが、質問された方よろしいでしょうか。ありがとうございます。申し訳ありません。はい、ありがとうございます。えー、ではですね、ちょっと内容の方に少し踏み込んだ、えー、ご質問もありましたので、えーまあ、こちら、久保井先生、湯谷先生に、えー、ご質問なんですけども、宗教でいう語、まあ、えー、仏教だと語、えー キリスト教だと罪という形になると思うんですけど、強盗犯罪、犯罪者をどう捉えていますかということのご質問がありました。えー、どちらか、あのー、順番にお答えいただければと思います。ありがとうございます。えー、ご質問をいただきました。えーうん、あ、そっか、マスクじゃあ取ります。あのー、これ、ご質問いただいた方は、 あの私が曹洞宗の教会だということを知っててお聞きになっているのかどうかがちょっとまたポイントなかなと思ってますがあの実はですね、えー、と仏教教団では当然これ合というものは仏教を語る上で例えば専属用等,等も含めてですねこの合というものは、えー、基本的に仏教をというものを捉えていく上でとっても重要な、えー、キーワードになってきます。で あるんですがただこの業をまあある意味悪用してというか、えー、そういったこと例えば、えー、お前が今この状態にあるのは、えー、悪業の報いであるから、えー、我慢しろ諦めろというのが例えば 刑務所の場合だったら、まあ、それも当てはまるかもしれませんが、例えば、ハンセン病療,療養所等,等において、えー、収容された人たちに対しても、その収容されているのは業の報いであるから諦めろと言って、えー、実際それが、あのー、えー、事実、合、えっ、ー、と、ハンセン病のこと業病、 なんていう言い方をするような、まあ言ってみれば、その業の理論を悪用するようなことも、えー、事実として仏教者の今反省点として、えー、あると思います。ですから、単純に業の問題と、えー、犯罪、犯罪者というものを単純に安直に結びつけて話をするのは、あのー、正直で危険な考えだと思いますし、例えば、 お前の親が犯罪を犯したんだから、お前も差別されるの当たり前だろうな。そんなのは冗談じゃないけど許されないですよ。 だとすれば、そういった意味では、実はうちの総統宗という宗派は、その中でも、えー、昔、ちょっと前に、佐々木静香先生という方が、こういう仏教伝道協会の方はよくご存知かもしれませんが、佐々木静香先生から、合を語らないなんて、そもそも仏教じゃないんですよって言われたことがあってあ、まあそうだなっていうふうにも思うんですが、ただ、こういった業というものの考え方というものもしっかりと考えていかないと、 いけないというのが総統州の立場でありますので、そうした上では、えー、これの答えにはならないかもしれないですが、よくよく考えて、えー、捉えていかなければいけない。まあ、これからの課題だろうなというふうに私は思っているので、この今のこういうご質問の答えにはならないかもしれないですが、私の中では課題であり、えー、自分の中の、えー、克服すべき、 乗り越えていく一つのものだろうなというふうに捉えているので、ちょっとお答えになってないかもしれないしですか。一応そのように思っております。はい。あの業ではなく、キリスト教の場合ですと、もちろん罪という言葉で、まあ。 示すんでしょうけど、まああの、とても大きな話題なのであの、私の試験にしかすぎません。えっと、一応、私たちも私もですけども、人間は皆罪人だという形の視点の捉え方で、ただ、罪というのが何かと考えると、まあ、もういろんなあの議論がございますので、一概には言えません。まあ、私は時たま恵みを恵みとして受けられない状態とかっていうふうな説明をおっしちゃったり、 で全てを罪人という形で見たときに、まあ、私なんかの一つの生き方の方向としては、自分の罪を認めること、人の中に罪を認めていること、だからどんなにいいことを言おうが、きれいな行いをしようが、そこに罪ということを認めることによって、まあ、私たちはそこに許しや、 神が恵みを働かせるという、そこを掴んでいくような、まあ、そんなことがあると思うんですけども、それとあの犯罪ということを捉えたときに、まあ、ちょっと語弊の言い方もあるかもしれませんが、罪人である、恵みのもとにある人間というリキリスト教の理解は、このようなものを相対化する見方の一つなので、一つが大きな一つなので、実を言うと、犯罪ということも相対化されます。だから極端なこと言うと怒られちゃうんですけども、 あの多分これ、試験ですよ、私の考えしか過ぎないんですけどもあの、犯罪というのを、なんて言ったんでしょうかあの、矢沢先生に怒られるかもしれないけど、特殊なことではない。ある人がこう言いましたし、私はちょっとそう思っんです、試験ですよ、再配置という言葉を使う方がいました。 カウンセリングもそうです。教育もそうです。再配置して今の時代や常識にマッチした人間に配置をするという考え方。これ、恐ろしい考え方ですね。じゃあ、社会で問題を起こさなければいいのか。今の社会の現状をそのまま全員していいのか。いやいや、多くの場合、教育とか、もしかしたら共制とか、 宗教とかカウンセリングとか精神医学とかがこの再配置をしているということに過ぎないというふうに言い切る人もいて私もはそうだろうと思っています。だから自分が社会でうまくやっているそれは私が正しいんじゃなくて私が調子いいだけです。だから私は時たま諸生術という言葉を使って嫌がられます。道徳心より諸生術で この言い方をするとひどいのかもしれません。だから、非収容者の方々は、うん、私には否定はできない。ただ私に迷惑をかけてくんだ。ひどい言い方です。でも、刑務所も、強制施設も、国というこの今の現状を、 守るために、決して平等とは言えない、あるシステムの中で出来上がっちゃっているので、あなたたちにこの人たちを裁くことはできるのかというのは、多分宗教者として同じ感覚ではないかと思います。まあ、罪ということと少しぶれるかもしれませんが、まあ、そんなふうに私は、 考えておりりまますす、はいえー、ありがとうございます、えー、先ほどの、まあ、お話にありました、まあ、社会に、まあ、適合する、まあ、迎合する、処、ま、世、あ、術と先生を表現されてましたけども、まあ、もう一つの,しゃあの質問というか、まあ、あ中にありました、えー、矢沢さんの方で、矢沢先生の方でお話しされていた負のサイクル、でこれは、まあ、社会から、 え、戻、社会に出ても、え、頼れる仲間とかがいない孤独で、で、また犯罪に手を染める。まあ、スタートもやはり、あの、孤独が、え、まあ、原因となるケースが、おそらく多いと思うんですけども、そういった、え、元、非収容者が、え、社会に戻った時の、え、社会のあり方、 まあ現状と今後の課題というのをもう少しここを深掘りして、矢田先生とあとお二方にも試験をいいたただけたらと思います、はいえー、とその受刑者が社会復帰した後のことになるわけですよね、もちろん、その社会はやはり、えー、の受刑者だったから、あるいは少年院が出たからということで、ラベリングはやめていただきたいと思います。でまた あその出所者の人たちはやはり強くならなければなりませんが、えー、あの私、高齢受刑者さっき説明しようとな中には入れといたんですけどあの本当にあの法制度とか知らなくて83歳ぐらいの人にこう教育をしている時に先生、あの俺は、ね、税金今まで払ったことないんだよと。 あの戦後ずっと置き引きをやって九州から電車に乗ってみんなで置き引きをしながら上野まで来てまた上野から置き引きしながらずっと九州で帰るってそんなことで,でも仲間はどんどん死んじゃって俺も十何回この刑務所来てるけど一回も税金払ったことないから生活保護なんか受けることはできないんだよってあの真顔で言うんでねそんなに言ってるんだ外国人受刑者だ外国人だって生活保護をもらえるのになんで。 あんたはもらえないとか勝手に決めてんのなんていう話をして、やっとそれ10年ぐらい前に教えておいてくれたら、出所した後生活法の相談に市役所に行ったのに、なんていうのもあるんですね。ですから、無知っていうのがやっぱり、えー、大きな原因であるということ。それから、まあ、 あの本当に気あの刑務所入ってると、なんか、てめえこの野郎みたいなね、なんかね、威勢のいい人たちばっかりだと思われるかもしれませんけれども、実はそういう人もいます、手にあおえない人もいっぱいいるんです、いりますけれども、多くの人はですねあの、本当に気が弱くてですね、私たちのロールプレイって言って、あの私なんかがあの文化センターの職員役をやって、えー、文化センターに行って、将棋クラブとか囲碁クラブとか、いろいろありますよね、そういうところの、 あの申し込む練習なんんかするんでするでよそれで私がちょっと嫌な職員で「え何しに来たのえー、何?」とかって言うと「どうもすいませんでした」って言ってドアを閉めて帰っちゃうんですねこれ何の,あの台本もないんですけれどもそのその後いやいやそう言わずに教えてくださいよ」って言い返せない人たちってやっぱりいてですねやはりそういう意味では。 あの別にこれ収容、持つ受刑者であったからとか収容者であったからというよりも、社会全体が、そういう人たちも社会にはいっぱいいるんだということを知ってです、ね、優しい社会づくりというのにあの考えていただければいいのかなと思います。またあの、刑務所で,でも、その意味でもそうですけど、先ほど申し上げたとおり、刑務所で受刑中にもかかわらず、会社に連れて行って、個人面接を受けているとかですね。 もう昔だっったらら考えられなないいようなことを今やっているんですよですからそういうことをあの一般の皆さんにも理解していただきたいしあの受験者をあの雇用するとですね、えー、いろんな特典があるんですよね金銭的な面でまあとかね、うん、いろんなことがあるので是非雇用者の人たちはその偏見とかラベリングはやめていただいて本人が本当に頑張ろうと思っているんだったら雇用していただければそういった社会 あるいはその両者がいろんなことを行政上のことを学んでですねやっていくことが再犯をどんどん防ぐことにつながるしそういう政策を政府もやっていただけることがあの再犯を防ぐ就所者に対しては社会にやっていただきたいことだと思いますあのもしかしたらこの見ている方の中にはあの地域包括支援センターの方とか 本当に昔はなかったですからね、そういうもので頑張っていらっしゃる方、社会福祉士の方、たくさんいらっしゃいます。そういった人たちは本当に今頑張って、受験者にやってくれているので、行政機関もそこをよくあの話し合いなんかをしていただければ嬉しいなと思います。すみません。はい、ありがとうございます。えー、教会士の湯谷、えー、先生、久保井先生にもお伺いしたいんですけども、先ほど、あの、 久保井先生のほかのお話の中で、えー、まあ、言ったら、刑務所内、収容施設内の中だけの関係なの,なので、まあ、出てからの関係は構築できないとあのお話が少しあったんですけども、まあ、とはいえ、あの出た後あのまあ、葛藤というかですね、その辺もあるのかなと思うんですけど、その後の社会の在り方とか、彼らに対する対応とかって思うところございましたら、お願いいたします。 はいえー、とこれちょっとあの教会誌全般の,ちょっとあの事実認識としてあれして,おい,てあいただきたいんですけどあの、まあ、教会誌はあくまで塀の中だけでの付き合いでありますので、えー、といつも出生が決まりました先生って言ってきたのには僕分かった先生お世話になりましたありがとうございますってとか、あそうだな俺ともう二度と会わないことが 俺の一番の恩礼だからなっていうと <laughs> え、えって言われるんですけど、それはそうですよね、二度と,二度と入らないでくださいっていう世界なので、であの保護士なんかを兼ねてらっしゃる教会士の先生もいるので、えー、外の状況ともまた、ただそれも決めて、こいつと、こいつの面倒を俺が見るからみたいなのは、多分できないはずなので、お、あ、そ、のー、らくどんな教会士の先生もなかなか外 に出てかかかららどううだったかなというのは分からないいのはむしろ何年後かに、あれ、またお前いるのみたいなのはよくある話ですけれどあの、そんなことだと思います。で、あの、まあ先ほどの,その、その、じゃあ外の世界ってどうなんだって考えたときに、えっ、ー、と、これは今の答えになってるか分かりませんが、今、矢沢先生のお話聞きながら思い出したことが、 で一つはまああのまあ教会集合教会といって何人か34人ぐらいだったかな、えー、お話をしてる時にまああの単純にあの仏教とかって今まで興味を持ったことあるとか、えー、座禅ってしたことあるかなとかって言ったら一人が急にふっと手を挙げましてね「あのあ僕きあのずっとお,あのお寺にはお世話になっておりました」。 うんですよあそうなんだじゃあどっかであの座禅とかやってたのって言ったら「いや住んでました」って言うんですよ。えあそうなんだじゃあそどど,どこのお寺をお世話になってたのって言ったら「玉霊園に住んでました」って言ったんです。っていうことは要はホームレスということなんですよ。であのそれで3年間僕玉霊園に住んでたことあるんですってもうにこやかに言うんですよね。なんかねそういうことなんですよ。 あの矢沢先生が今言ってたのもね、あとはあのもう一つは、えー、刑務所の中にいると、えー、時々、まあ、教会誌、これも教会誌の一つの、えー、役目であって、えー、中で、えー、亡くなられた方、それから、えー、あ中で亡くなられた方のご葬儀は、えー、教会誌が、その人の宗教に合わせて教会誌が。 取り行ないってくれという要望があった場合ですよね、えー、することになっています。で、ある時私も頼まれていきました。で、そしてまあ、ちょっとどういう方なんですかというふうにまあ、しょと担当の職員さんにお聞きしたら、えー、実は、えー、刑務所に入る直前だったんですけど、あの亡くなられ、入ってすぐに亡くなられましたというふうに言われて、で、その方まあ、年齢言って 年齢、はっきりは覚えてませんが、確か80代後半ぐらいだったと思うんですよね。で、あの、最後に、その捕まったとた、えー、刑務所に入った時の罪状、カ子パン1個の万引きです。何だろうというふうに、えー、すごく衝撃を受けたのを、えー、覚えています。まあ、それがお答えになっているかどうかはわかりませんが、えー、そういった 人たたたちちとととも向きき合っていくできたのが私でですすいうこ以前2年ほどホームレス支援をちょっと全力でこう関わったことがあるんですがちょうどその時期は東京都が借り上げ事業といってホームレスさんをアパートにこの移すということの作業を手伝わせていただいたんですが。 アパートにお,お,お,あのお入れして、まあ、あの生活の,その方向をこう整えていくときに、まあ、なんとも大変だ。まあ、ちょっと大雑把な言い方なんですけどう、うまくいくのは5分の1。仕事も。で、他の方は半分は生活保護。バックに東京都がいたので、 生活保護がかけやすくて、あ,あんな経験してたら、ソーシャルワーカーとしてはだめになると思うぐらいに、まあ、バックがその行政だとすごいなと思ったんですけども、それでもダメです。アパートに入っても、何もやることがない。そして結局、悪徳業者が入ってきて、高いものを売りつけたり、生活保護者にそんなもの売っちゃだめでしょう。後の祭りです。人人の人を 支援するというのは、組織ぐるみで、地域ぐるみでやらなければ、決して一人が終えるものではない。で、教会の仕事に帰るために、まあ、ある意味で別れさせていただきました。ユダヤさんよ、これからも友達でいてくれよ。悪い。君と関わったら、君も僕もダメになるよ。組織がないと、 ダメだよ俺が本当に神父を辞めて君と関わらないとダメだよでも申し訳ない俺は神父以外じゃ使い物にならない人間なんだよいろんな議論も避難も受けましたけどそれくらい一人の方を更生させるのが大変でごめんなさいこんなことを言うとあれですけど悩みました受刑者と関わってはいけないという枠があるこれは当然ですでも関わったら何が俺にできるんだろう で、ホームレスの方にも、受刑者の方にも、この社会、ソーシャルワークとかなんかで関わった大先生がいて、立派な働きをなさってるんですけど、相談に行きました。だから、タニさん、あんたやめな。あんたが関わったのはホームレスだろ。ホームレスと刑務所を出た方がでは、ちょっと性格が真逆なんだよ。そして、もし出所した人たちと関わるなら、その人たちを見極めなければいけない。でも、残念ながら、あんたには、 出所した方を見極める経験も能力もないよ。でもほっとしました。このこと言うと情けないんですが、免罪符をいただいたような気がしました。俺は関わることをしなくていいんだ。本当に情けない思いです。はい、えー、ありがとうございます。えー、そうですね、あの、社会の孤独、 が、まあ、犯罪のきっかけになるケースが多くてで再犯率がなかなか下がらないというのを、あの上田さんのお話と資料の中からいただきました。ただ、まあ、あの許可にのお二方から、あのそれぞれのご講義の最初に人は人を救えるのかと。私が作ったテーマは救えないと言われてしまって <laughs>、あのちょっとドキッとしながら聞いてはいたんですけども。もま板、あ、谷先生としてはその人は人まあ、人。板谷先生ご自身は？ その、非収容者を救えないけども、えー、神の恵みを、えー、祈れる場所を提供していくと。 というのと、また久保井先生の方は、まあ、自分が人を救うのではなくて、えー、まあ、自らが自分の弱さ、醜さを向き合って、その強さを構築していくお手伝いをするというお話を聞けて、で、また今後の社会の彼らに対するあり方も、えー、学ばさせていただきました。すいません。あの、時間を10分、15分ほど超過してしまったんですけども、えー、ちょっとあの、質問もですね、ズ答えられなかったんですけども、 このあたりで終わりにしたいと思います。はい。じゃあ、えー、それでは矢沢先生、湯、えー、谷先生、久保井先生、本日はどうもありがとうございました。